ピードとドリブル突破が魅力のアタッカー松木、ね、さてアダイウトンへ。さあアダイウトン前に行けるか、岡村をかわした低いボール、中川シュート決まった。 FC 東京1点返しました。中川の今シーズン4点目。はい、このかわしたのが良かったですね。でいいボールでしたね、はい、このうまくかわした後のよく見てましたし、正確なボールを送りましたよね、アダイウトン。 FC 東京にとってはこの4対0からこの先につながる1点です。そうですね、FC 東京右サイドの崩し良かったですね。はい、こうから縦パス、伊藤貯めてから左サイドへ出していこうというところですが、引っかかってしまいました。松田、ここすぐに堀米が行く、ただ入れ替わる、うん、さあここはドリブルで運んでいく渡辺、渡辺がまだ持っていく、さあ左バングの中でカシーフも上がってきました、中川を使う、中川シュートだー、見事中川決めました、左隅、先制 FC 東京です。素晴らしいカウンターでしたね。ここからですね、このインターセプト狙ったんですけど、ここで股抜きでうまく入れ替わって、ここからは4対2の形ですね。真ん中左回り、いや素晴らしいカウンターですね。また抜いてるんですよね、中川はあえて狙ったという、はい、だと思います。広げて右サイド、ここに中川、中川カットイン、松木縦に持ち出して松木のシュート、こぼれている、中川 FC 東京先制です。前半の30分、決めたのは中川、ゴール前のこぼれ球をしっかりと仕留めました。中川は今シーズン2ゴール目。中村穂高がですね、中に入ってちょっとつなぎに入りましたよね、はい、そこで、まあ、ボールを起こしてスペースを作ったところ、で中川からのパスをですね、松木がやっぱりワンタッチでゴール方向に向いたことが大きいですね。で縦に行って利き足じゃない右で思い切り入れましたけれども、まあ、キーパーの半分を誘って、そこをですね、うまく中川が落ち着いてですね、決めたと思いますね。今の中川のパスに対して松木がやっぱりワンタッチでゴールを向けたことが大きいと思いますね。このゴールにつながったのかなというのを思いますね。あとは思い切りよく振ってキーパーの半分を誘って、エンリケ・トレビザンからのボールです。田原積田、バングラガンデ、もうつないでいきますが、狙っている、中川取ってゴールイン。相手がつないでこようとしたところ、しっかりと高い位置からのプレス、マイボールにして落ち着いてゴールに流し込みました中川です。ポジションを内側に取り始めたこと、そして相手のそのビルドアップの次の予測に対して、まあ、ギアを上げたことですよね、まあ、そして岩竹の背中からしっかり、まあ、気配を消しながら前でボールを収めて、まあ、あとはその長井の鼻先を浮かすというところの、まあ、奪い方、そして最後のフィニッシュワークのアイデア、まあ、中川らしさが存分に出た、まあ、この FC 東京移籍後初ゴールのシーンになりましたね。